彼らは本学で窃盗を目論んだ。よって処分が下された。校則違反をしたあなたたちには、我が眷属は常にお腹を空かせておりますが、皆さんを食べたりはいたしません。代わりに耳や口、あんなところやこんなところへ出たり入ったりするだけ、です。チョムスケの餌どうしましょう。二人とも心配したぞ。ところで一体どんな指導を受けてきたのだ。決して指導などではない。ねえ、来るの黒い悪魔が。もうそれは悪魔。その髪についているのは、彼らを救うことはできないのか。レルゲン先生に掛け合ってみたらどうかな。ナイスアイデア、エミリアさん。片付けですので、みんなの処分を軽くすることはできないでしょうか。何か良い行動をとってくれたなら。ありがとうございます、エミリア君。マジ天使か。何ですか。良い行動、難しいな。次の授業は理科の実験でしたよね。そうだけど何か悪いことを考えていたりはしないだろうな。アルコールランプに火をつけてくださいね。私が微精霊にお願いするね。えより、行きますよ。我が名はめぐみ。エクスプロー。失敗したんなら仕方ねえな。と大惨事すぎやしない。何か大きな音が。音からすると流水か。何？貴様らを何とかしたら懲罰は解いていただけますでしょうか。よかろう。今だ、悪魔。またくすい。やっぱり宴会業じゃねえか。されたというわけか。サンキュー。これに懲りたらもう校則違反はしないでくださいね。よかったですね、ロズワール。かとしてこれでまたクラスメートの結束が強まりました。どうです、この後一緒にアフタヌーンティーでも。お断りします。